装備開発。通常通信システム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 通信システ
敵反応多数確認。見ればわかるよ。敵の破壊を確認。いや、これが目標大型兵器。否定。当該敵は目標ではない。速やかな排除を制止。簡単に言う。通信回復。ポッドプログラムのダウンロードを終了。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから、外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。
トゥービーさん。何？事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。扉の解除不可能。本エリアの敵が妨害電波を出している。めんどくさい。B さん、僕嬉しいです。何が？僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました、トゥービー。このエレベーターはプロテクトされているため使用不可能。広いな、この廃墟。ここは昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。
ブロック43から19機内移動中。作業班 A は25番速度。何？旧世界のデータを使って適当なことを喋ってるんです。機械生命体のやることに意味なんかないですよ。ブロック64から19機内移動中。分かってる。通り工場を探索したけど、目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは、ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが、
移動してみましょうか。しかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。強力なジャミングを探知、遠距離通信応答なし。倒せばいい。超大型兵器発見。これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。ハッキング開始します。
ブースト。通信応答なし。救助する。司令部への応援要請。妨害電波によって通信は不可能。修復する。ポット、止血シェルとロンリーウイルスワクチン。それと必須衣装。当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置。うるさい。いいから出して。トゥービー言って。黙って。僕たちは兵士です。その戦い誇りを。装備 HO-229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求む。お願い。
公安部のコントロール奪取完了。弱点部分をマークしました。了解。制御システムを奪う。了解。敵サブユニット侵入。挙動テーブル変更終了。姿勢制御バーニアコントロール。敵兵器の従属化を完了。すごく強引な戦い方ですね。ドゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。申請。ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。申請を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。